こんにちは、小石郎です、はい、静岡県内の名物さん、名所、美味しいところを紹介させていただいている小石郎です。今日は静岡県焼津藤枝島田吉田かな、営業している金金亭っていうラーメン屋さんに行ってみたいと思います。静岡県内の中部の方だったらここハマってんじゃないかな、味変を推薦しているお店なんで、それを食べてみたいと思います。Aサイズを選びます。中華そばとかメンマそばとか、カナキン麺、プロペラ麺、チャーシュー麺、カナキンチャーシュー、チャーシュー、カナキン亭は昭和53年に東京新宿にオープンして、11年に藤枝に移転して、そこから1、2、3、4、5店舗、今日は吉田店に来てます。静岡の焼津藤枝島田かな、おなじみのお店です。はい、はい、はい、カナキン麺、セットで餃子と小ライスで、値段は350円。もう350円。いただきます。まずはスープを一口。ここは食べ方にこだわりがあるんで、それでいきます。キムチがのっくお店の名前がついてるかな。あ、でもあっさりする。あ、でも、あ、あら、うまい。辛いかと思ったら、なんか意外とマイルド。辛みもあるけど、キムチのコクが出てる。美味しい。もうそんなに油でギトギトしてない、あっさりしてる、魚介系。これはでも人気出るよね。最初の味変、胡椒とそれからニンニクいってみます。なじませて、ニンニクとキムチが合う。プロペラ麺はもっと辛いんだよね。今度挑戦してみよう。米いきまーす。いつものようにラー油だけ。外パリパリで中しっとり。米の味変。一回し。少し馴染ませて。柔らかくなった感じがする。スープがね、柔らかくなった感じがする。まろやかになった感じ。二回目の味変のスープ。美味しい。お酢おかわり。で、3回目だね。2.5。こんぐらい。酸っぱくなるかと思ったらな、でも、甘くなってる気がする。一回しよりも、二回しの向こうが、ちょっといい感じ。二回し目正解だったかも。キムチと合うんだよね。すごい美味しい。最低3回はトライって書いてあるし、いろいろ味変して自分の好みを探してってこと、いろいろ試してね。辛くなるかと思ったらそうでもないんだよね。なんかすごい柔らかくなってマイルドになってる。だからさ、
こうやってよいしょ、これがうまい。あ、落ちた。ごちそうさまでした。完食しました。うまかった。キムチすごい。ここなんか独特な味だね。おいしい。お酢と麺とスープとキムチすごくあっておいしかった。あっさりしてる。すごいおいしかった。すごいおいしかった。キムチのね、ラーメンだったんだけど、お店の名前がついている花金麺っていうのを食べました。お酢と小ライスのサービスセットっていうのをつけました。おいしかった。で、お酢入れたからなんか持たれてないな、お腹が。すごい、あっさりしてる。すごいお腹軽い。小石郎でした。バイバイ。バイバイ。